鬼太鼓座、鬼太鼓座、オンデコ座は1971年に結成されたプロの創作和太鼓集団である。組太鼓をコンサート形式、舞台工業で演奏するという新しい太鼓、演奏スタイルを全国に広めた最初期のグループ。結成当初は佐藤本拠として共同生活を送り、徹底した走り込み、ふんどし姿での演奏、現代音楽の採用といった。 新規な手法で国内外で注目され、現代は大古ブームの火付け役となった。現在は静岡県富士市を拠点に活動している。学生運動により大学中退後、民族学者、宮本恒一の影響で、日本放浪をしていた、伝校、伝賀やす、本名、田尻構造の発案により、佐渡に北前船により広がった文化を再構築するための4年、大学、 日本海大学と日本の民族芸能や工芸を学ぶ職人村設立の資金獲得を目的に結成され、当初は太鼓をはじめとした日本の伝統芸能を海外で演奏することで資金を獲得して7年後の大設立をもって解散する予定だった。本拠地となった佐渡では現地の郷土芸能、鬼太鼓をオンデコと呼ぶため、鬼太鼓座、オンデコ座と名付けた。 結成当時は、宮本恒一のほか、同世代の文化人や活動家、芸術家などが、多数伝工に協力、支援した。練習にマラソンを取り入れ、1975年に、ボストンマラソンに参加、全員完走後、ゴール地点で、大太鼓を披露するパフォーマンスで話題となる。ボストン公共楽団指揮者だった、小沢誠司に誘われて共演し、 以降ほぼ毎年欧米を中心とした海外公演を行う。伝工が、わらび座という民族歌劇団に一時期関係していたこともあり、鬼太鼓座の演目は、日本古来の民族伝統芸能的傾向が強く、屋台林や、大太鼓といった代表曲のほか、小沢に紹介された現代音楽家、石井牧が鬼太鼓座のために書き下ろした、 新大方による和太鼓曲も手掛け、舞台芸術としての和太鼓を飛躍させた。1981年に分裂し、鬼太鼓座は長崎に移り、佐渡に残った座員により、鼓動が結成された。1990年から3年に及ぶアメリカ大陸一周、マラソンツアー以降、鬼太鼓座はより独創的なパフォーマンスを展開していく。 アジアのオーケストラを作るという他の発想のもと、ニコ、キンなどのゲストを多用する期間が2000年頃まで続いた。天皇の発案により、全国より集まった若者たちは、最初は太鼓とは無縁の素人ばかりであり、この初発の太鼓の右左分からない集団に太鼓を指導したのは、当時の舞台工業太鼓の先駆け的存在だった。 福井県阿原温泉旧頭流大鼓の川崎はじめと、同福井県三国町の伝統民族大鼓として知られる三国大鼓現、火の大鼓保存会の下村慶一が担当した。当初、在院メンバーは大鼓を収めるために、阿原温泉を訪れて研修し、初期の鬼大鼓座には、北陸のリズムを基本にした、足原幻想曲という未発表曲が、後に、 鬼太鼓座の大太鼓曲となった三国幻想曲は、大太鼓を指導した下村慶一をしのぶものとされる。ただ当初の大太鼓は、現在の形とは違い、太鼓の右側に立って、左を利き腕に、斜め打ちという三国福の伝統スタイルをそのまま取り入れていたが、当時に大太鼓を受け持っていた林英哲が後に、現在の太鼓の正面から打つスタンスに改良した。 鬼太鼓座に奇抜さを求めた他校に座って太鼓を叩くことを川崎はじめが提言。これが屋台林を始めるきっかけとなり、秩父埼玉の現地保存会で本格的な指導を受ける。また、初発の太鼓指導を受け持った川崎はじめが当時、車引きをしていたことから他の日本の力強い太鼓の響きは強靭な足腰からという理念に影響を落とす。 ボストンマラソン完走後、そのまま舞台に上がり三尺八寸の大太鼓演奏で、デビューを飾った鬼太鼓座は、ボストンの地元マスコミに大きく取り上げられ、以降、日本国内外の公演も順調に進んでいったが、その後リーダーの伝校とメンバーとの間で、意見やポリシーの相違が次第に表面化した。そして、その亀裂が決定的になったのは、映画、ザ・鬼太鼓座の制作である。 伝校は当時の鬼対講座を記録に残したいと映画制作を発案、自ら資金を調達しほぼ独断で企画を進め、松竹、朝日放送の協力を取り付け、3年の歳月をかけて映画を完成させる。しかし、実際に完成した映画は他校の構想していたものとは全く異なったものであり、映画の内容をめぐって他校は制作サイドと激しく対立し、 結果的にこの映画は、お蔵入りとなる、2014年現在、上映会などでの上映を除いて、一般公開はされず、ソフト化もされていない。1981年、他校は、鬼太鼓座メンバーと別れ、一人佐藤を後にした。その際に他校は、鬼太鼓座、オンデコ座の商標権、太鼓道具等を引き上げたが、メンバーたちはその時すでに決まっていた舞台スケジュールを、 とりあえず、鬼太鼓座名義でこなすことになる。しかし、伝校が新しい鬼太鼓座で活動を始めたため、旧メンバーらは1981年に、自らの名称を、古道とし、新たに、楽器購入にあたり地元地銀から融資を得て、古道として、日本国内外での数多い講演をこなし、現在に至る。佐藤を後にした、他校は、新しいメンバーを集めて、 自らが所有していた鬼太鼓座、オンデコ座の商標権と和太鼓などの楽器を用い、長崎を拠点に事実上の第二機機太鼓座を組織。今福祐をはじめとする一流の太鼓プレイヤーが次々に誕生する。2000年より富士山の麓静岡県富士市の合宿場を拠点として富士山の麓静岡県富士市宮島に移転富士の山木太鼓座となる。 伝行は2001年4月に交通事故で多界したが、その後は松田静香山が弟踊りとなり、代表取締役の細川和子の資材を投じて、第四危機大代座となる。第五危機大代座では2006年にクロアチア、イタリア、スイス、ドイツにて、ヨーロッパツアー、2008年にはバルカン半島、イタリアをめぐる。 2008年の国立劇場での40周年特別公演を川切りに鬼魂一打特別ライブツアーを展開2009年11月の天皇陛下古即位20年をお祝いする国民祭典同月末ポルノグラフィティ東京ドームライブに出演する2012年3月には東日本大震災1年を機にアメリカフランス中国等にて 東北の芸能と共に世界一周公演を行う。同年4月からは富士合宿所に加え埼玉県東秩父村にて合宿生活を行っている。鬼太鼓座の活動の根源にあるのが走ることと音楽とは一体であり、それは人生のドラマとエネルギーの繁栄だという鬼太鼓座。独自の創楽論。 現在でも鬼太鼓沢が宿所にて徹底した走り込みを行う。コーヒーカップは受け皿こそが演出を引き立たせているという論を繰り広げた他校は舞台芸術としての太鼓芸能にこだわりを持ち大太鼓を屋台に乗せるという当時には例に稀な斬新な手を組んでいった。ふんどし一つで舞台に上がり観客に背を向けて大太鼓を打つ姿が海外で注目され、 ふんどし姿の和太鼓演奏のイメージが1970.80年代に定着したが、本来伝統的な和太鼓演奏に、ふんどしだけで演奏するスタイル記録にはなく、結成当時の鬼太鼓座が初めてサントリーの CM に出演する際、当時の座に太鼓指導をしていた川崎はじめが裸で太鼓を打つことを提案。その後、他によると1974年に、 鬼太鼓座が最大時の会尾、裸祭りで演奏をする際に他の指示により初めてふんどし姿の太鼓を披露した。その時の写真を翌1975年のフランス公演のポスターで使用したところ、公演会場の代表でフランス人ファッションデザイナーのピエール・カルダンから西洋の観客にアピールするにはふんどが良いとアドバイスされ、 舞台上でふんどしで大太鼓を叩くというスタイルを公演期間の途中から始めたという。当初、裸同然であることに観客は困惑してか拍手はなく、その様相に恥じらう女性客も激減したが、衝撃的な姿が話題を集めて人気を博し、以降この演出が定着した。他、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。